デスノートで悪人を裁き新世界の創生を目論みキラと呼ばれるようになった主人公、ヤガミライトの宿命のライバルで、怪しげな薬を決めてそうで決めていない世界一の名探偵エルにはいくつかの謎があり、今回はその中でも本名と顔面に関する謎を紹介していきたいと思います。エルはライト君をキラでないかと疑い、同じ大学に入学して直接接触している中、いろいろあってもう一人のデスノート所有者、第二のキラであるアマネミサに顔を見られてしまいました。彼女は顔を見た者の名前と寿命がわかる死神の目という特殊能力持ちで、この時にエルはずっと隠していた本名がバレてしまいます。デスノートでの殺人には顔と名前が必要なので、エルは大ピンチですね。しかしその時ミサは目の前にいる役中のような青年がエルだとは知らず、その状態で監禁され、いろいろあってデスノート関連の記憶と死神の目を失ってしまいました。そこからまたさらにいろいろあった後、記憶を取り戻した後にライト君から大学で顔を合わせたあの青年がエルだから殺してほしいと手紙で頼まれるのですが、いくら記憶を取り戻したと言っても顔を合わせた人間の一人一人の名前まで覚えているわけではないので、ミサは結局エルの名前を思い出せませんでした。これは普通なら納得できる話ではありますが、13巻などでエルの本名はエル・ローライトと判明していることを考慮すると、実は結構な謎。ミサは大学でエルと顔を合わせた時に、エルの顔にエル・ローライトという完全に名探偵エルを連想させるような名前が表示されているのを見たわけですから。顔を合わせた時点でこいつがエルかもしれないと考えられるはず。しかも大学で顔を合わせる少し前、ライト君はエルにマークされてるし直接接触していると明かしていることも合わせると。どんなバカでも目の前にいる青年がエルではないかと一応疑い。名前を覚えておく。少なくとも覚えておく努力をするのが普通ではないでしょうか。実は顔を合わせた時にエルかもとは疑っていて、デスノート関連の記憶を失った時、青年の本名と一緒にエルかもしれないと感じた記憶自体も消し飛んでしまった。と考えればさほど違和感はないのですが、顔を合わせた時に名乗った名前と違うという程度の反応しかなかったことや、記憶を取り戻した時にあの青年がエルだと思い出すのではなく、ライト君の手紙で初めて青年がエルだと知った描写からしてそれはなさそうです。ミサは普通のバカではなく作中トップクラスのバカなので、エル・ローライトと名探偵エルが結びつかなかったと考えられなくもありませんから。矛盾とまでは言えないかもしれませんが、違和感を覚えるシーンではありますね。ミサがバカすぎて、死神の目によって表示されたアルファベットを一文字も読めなかった可能性についても検証しましたが、彼女は作中でしっかりアルファベットを読んでおり、なおかつスペルミスを指摘したこともあるのでさすがにそれはなさそう。これまで私はプライバシー保護ガチ勢のエルが本名で活動するとは思えないことや、彼が名前を持たない孤児であること、名前がない人間にもデスノートで殺すための名前は決められているという設定があることなどから、エル・ローライトはエル自身も知らない本名と考えていましたが、ミサの描写から察するに、エルの本名がエル・ローライトというのは公式が勝手に言っているだけで、ミサが見ていた名前は全然違うものだったという説を考える方がありな気さえしてきます。本名がエル・ローライトと最初に発表されたのは、デスノートの濃密ガイドブックでもある13巻だったと記憶していますが、各キャラの情報をまとめる際にエルの本名だけ空欄なのはまずいので、急遽エル・ローライトと名付けたなんてケースがありえそうです。エル・ローライトのローの部分は法律という意味の単語で、ライトの部分のスペルには嘘を意味するライが含まれているほか、同じ読みで正義を意味する単語、ライトも存在しますから。エルこそが法であり、エルこそが正義、ライト君の正義は嘘っぱちという思いを込めてつけたなどの解釈ができ、ちょっと本名としてはあまりにできすぎなので、編集のエルファンが名付けたと考える方が自然ではないでしょうか。といった感じで少しふざけた考察をしてみましたが、
こんなことしか考えつかないくらいにはミサがLの名前を覚えてないどころか、Lかもしれないとすら思わなかったのは結構な謎である。Lはワイミーズハウスという孤児院で育ち、難事件解決にハマって探偵として活動することを決め、ワイミーズハウスを出て功績を積み重ねました。L は自分の情報をしっかり守っており、どこにも写真を残していないとのことなので、作品開始前に彼の顔を知っているのはワイミーズハウスの同期と付き人の渡り、もしかしたら管理人のロジャーさんくらいに限られます。なお、短編集などでわかることですが L は部屋にこもりきりではなくいろいろ遊びに出かけているので、顔自体は結構な人数に見られているものの、L ということは知らないので、実質知らないようなものです。ここで謎なのは、作中後半にてワイミーズハウスの後輩にしているを継ぐ天才少年ニアが、L のお面と指人形を持っていたこと。L の顔を知らなければお面を作ることはできないはずなのに、なぜ持っていたのだろうか。ニアがいた時代のワイミーズは次世代Lを育てるための施設みたいな感じなので、ニアの施設入りはLが出て行った後であり姿は見ていないと考えられますし。何より、ニアは作品終了後の世界を描いた読み切りのシーキラ編にていると話したが、その時にはパソコン越しに声を聞いただけと言っているので顔を見る機会があったとは思えません。にもかかわらず、顔を知らないはずのLをモチーフにしているとしか思えないお面、指人形を作れたのはどういうことだろうか。ニアの知っている人間の指人形は、その人間がモチーフとわかる程度には似せているのですが、知らない人間のものは全く似ていないので、作者さんがミスったということはないように思えます。ワイミーズハウスにはリンダという有名な画家になった子がいて、作中でニアメロの似顔絵を描いてくれたので、リンダが描いたということが考えられますが、彼女はニアメロの同期であり、ニア同様Lの顔は知らないと思われるので描けないはずです。ワイミーズハウス管理人のロジャーさんの部屋には子供たちの集合写真みたいなものがあり、それをニアが見たとすればお面や指人形を作れそうなものですが、Lのどこにも写真を残していないという作中の発言からするに、集合写真の中にいたとも思えません。ニアメロ時代のワイミーズハウスは次世代Lを作るための施設なので、Lの顔の特徴を聞いていたというのが現状有力と思われます。お面も指人形も写実というわけではなく、顔の特徴だけ捉えておけば作れなくはないクオリティですから、割とありえそう。といった感じで考察こそできるものの、真相は不明です。L は役中と評されることがあるくらいの変わり者ですが、実は最初から役中キャラだったわけではなく、最初期には変な座り方をせず、瞑想したり直立したりと、結構まともな人物で馴染みある L とは別キャラのようでした。そこで、なぜ最初期 L が割とまともだったのかについて軽く解説したいと思います。まず結論から言うと、作者さんが最初 L をイケメンキャラとして書いていたが、途中から考えが変わった的なことが13巻で書かれていました。普段は役中みたいなのに天才的推理や行動で見せてくれるのは L の大きな魅力なので、作者さんの素晴らしい判断と言えるでしょう。このように L の役中化は作者都合なのですが、役中化したタイミングが良く、意外と物語的にキャラ変してもおかしくないタイミングだったのがすごいところ。L の役中化は、今まで顔を出さなかった彼が初めて警察の前に現れた時なので、それ以前の L がまともだったのは、顔を合わせた時に役中のような行動をしては信頼を失いかねないゆえ、なるべく一般的に見てまともな行動を心がけ、対面してから役中感が出ないようにする練習をしていたのと、自分の情報を少しでも隠しておきたかったためと考えることが可能であり、いざ警察連中に対面してから役中スタイルになってしまったのは、キラ事件で名前を出すのが危険な状態かつ L がキラである可能性が浮上していた中、あって早々名前を明かしてしまったことから L はこいつらアホだろと感じて警戒を解き、
いつもの役中スタイルに戻したと解釈することができます。世間からは役中というか変人と思われていることを自覚しているかのような発言が存在するので、まともな人間を演じる発想に至ったのはおかしいことではありませんし。L は最初から警察と顔を合わせることを想定したような描写が多々あるため、警察と会うのが決まる前からまともな姿が書かれていたのも頷けます。普通は L が突然別人になってなんだこれと混乱しかねないところですが、見返してみると一応の理屈付けができているのはすごいとしか言いようがありません。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。